ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、アマゾン知的財産権解説書、ブランド所有者と販売者の両立場より徹底解説、について紹介するぜ。ゆっくりしていってね。今日はアマゾン販売者の皆さんにとって重要なお話だね。そうだな、気をつけないと、アカウントが停止されちまうかもしれないんだからな。アカウントが停止したら大変だもの。FBA 在庫の拘束や保有金の没収、物販の継続が難しくなるから気をつけろよ。アカウント停止って、結構きついペナルティが待ってるんだね。アカウント救済サービスもあるけど、それはなるべく使わないようにしたいところだ。高額なサービスもあるみたいだし、なんとか自分で対処できる方法を知りたいな。だからこそ、今回の教材で、予防策や合法な方法を学びたいってわけさ。拓也さんがサポートしている中で、心眼突破率が8、9割もあるってすごいね。突破できない場合もあるけど、それは違法な仕入れや、手元に商品がない場合など、様々な理由があるんだ。でも、知財について理解して、アカウントを守る方法を知っておくと安心だね。そうだ。本文ではセラー目線と、ブランド所有者目線で解説しているから、両方の視点から学べるよ。なるほど、どちらの立場でも知っておくといいってことね。孫子の言葉にもあるように、敵を知り、己を知れば百戦危うからずって言うんだ。知財って何なのかも知りたいな。そうだな、知財は知的財産権の略で、特許権や実用侵犯権、著作権、商標権などが含まれるんだ。Amazon でのビジネスにおいては、著作権と商標権が主に関わってくるんだね。その通り、知財権利者の商品を許諾なく売ると、ペナルティを受けることになるんだ。売り手としては自分の商品を守りたいし、ブランドの価値も大切にしたいよね。まさにそうだ。知財権を守りつつ、自分のビジネスも大事にする方法を、知っておくことが重要だよ。本文では具体的な事例も出しているみたいだから、しっかり学ぶチャンスよね。今回の教材で知識を増やして、Amazon の知財トラブルに備えようぜ。というわけで今回は、Amazon 知的財産権解説書、ブランド所有者と販売者の両立場より、徹底解説を紹介しました。知的財産権って、アカウント停止などの厳しいペナルティがあるんだね。そうだ。でも、知財に詳しくなることで、アカウントを守りつつ、ビジネスも発展させることができる。アカウント停止は怖いけど、知識を身につけることで安心感が増すね。正解だ。知財トラブルから身を守り、ビジネスを成功させるためには、重要な情報なんだ。拓也さんのサポートもあるし、実践的な事例も学べるから、みんな見逃さないようにしてね。気になった人は概要欄にリンク貼ってるぜ。ぜひ飛んでみてみてね。高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。